こんにちは、ハイジーです。今日はですね、夜食を買いにローソンさんに行ってきたんですけれども、まあ、今夜食といっても、まあ、夜中の4時16分ですから、朝食といってもおかしくないくらいの時間帯になっちゃったんですけれども、作業をずっとしててお腹が空いて、今この時間帯この体調にジャストフィットする一番グッとくるものを買おうと思ってローソンさんに行ったんですけれども、ありました。てでーん、盛岡風冷麺、牛骨だしのコクのあるスープというね、もう腹ペコの時にたまんない牛骨だしというワードと、この見えるお肉ですよね。パカッと、こう見るとまず思うのが、すごく具材をきれいにセパレートしてるってことですよね。ゆで卵、コチュジャン、ネギ、キュウリにはそれぞれ一部屋ずつ与えてんのに、一番王様であるはずのお肉とキムチは相部屋。これを取りますと、すごく透き通るスープですね。ほら、ちょっと向こう側のハイジーさんが透けてますからね。ジョボー、綺麗な色。麺は例のごとくちょっとね、こう全部で持ち上がっちゃうような固まり方してますが、ただちょっと触ってるとほぐれていく感じからしまして、麺はすごくね、ツルツルしてるっていう気がします。では具材を乗せていきましょう。きゅうりさん、卵さん、お肉さん、ネギさん、コチュジャンさんは一旦入れずにこれで食べてみましょう。まずは麺すすっていきましょうかね。いただきます。これは面白い麺ですね。すごくコシがあって弾力があってツルツルです。この牛骨だしのスープは、あ、美味しい。すっきりとした甘じょっぱさっていうんですかね。で、このツルツルで爽やかな麺と合いますね。ただね、麺の歯切れは意外とそんなに良くないから、僕個人的には結構咀嚼しないと飲み込めないタイプの麺でもあります。では具材たちをぐわっと混ぜていきましょうね。みんな違う部屋に住んでましたが、最終的にはこうやって一つにまとまってもらいますから、そこはもうドラクエ4と一緒ですからね。第1章のライアンと第4章のミネアとマーネなんて絶対に話合わないでしょうけど、一緒に旅しますからね。一気に馴染みのある味に近づいてきましたね。いよいよコチュジャンも入れていきましょうかね。これはまあサッカーでいうところのスーパーサブですからね。後から入ってきて展開を一気に変えるみたいなね。野人岡野選手みたいな。今だったら日本代表に斉藤学さんがいたらそういう感じかな。スープ全体もだいぶ色が濃くなりました。これはね、最初から入れていいやつだ。すごく辛さの中に甘みというか旨みが出て、キムチだけの時よりもだいぶ美味しい辛さになっちゃった。さらにこれね、卵の黄身を軽くこうやって削って溶かしていくんです、スープにね。ごちそうさまでした。というわけで今回の盛岡風冷麺、カロリーが385キロカロリーということで、まあ普段食べるお弁当に比べたらだいぶ低カロリーなのかなとは思います。この時間に本当は食べちゃいけないんですけれども、食べるんだったらまだこれいいかなっていう感じではありました。以上、ローソンの冷麺をシャクレンが食べる動画でした。